こんばんは。いや、メガネの跡が見えますけど、こんばんは皆さん。ちょっとね、今日はすっぴんなので、ちょっとあまり今日もって思われるかもしれないけど、昨日はメイクしてたんですけど、昨日は配信できなかったので、はい、今日はちょっとすっぴんなので、あまり見ないでいただけると、はい、助かるんですけども、皆さんこんばんは。今日はね、いかがお過ごしですか。だって今日は、明日がね、沖前公園の通しリハーサルなので、マイキューと一緒にちょっとお歌の勉強お歌を練習してくれと思って、くま、ありがとうございます。くま、ちくちゃん、ありがとう。お歌の練習をマイキューとさっきまでやってきました。カラオケに行ってきました。とりあえずすっぴんで、メガネで、帽子かぶって行ってきました。恥ずかしい。本当にすっぴん。いや、リップだけさすがにリップだけさすがに塗りました。それをね、歌ってきて、でっていうか、なんかね、この曲だけめっちゃ頑張って練習した方がいいって言われた曲があって、でボイトレ行く時間がないから、そのカラオケの採点機能使って練習してきてって言われたから、なんと経費でカラオケしてきました。ヤッフー0円ハッピーです。やったぜ。ちょっとポテトとか頼んじゃったポテトとか頼んじゃいました。でもね、ちゃんとね、本当に関係ない歌一曲も歌ってこなかったんでね、バレないのに、ちゃんと本当にもうその曲ばっかり歌って、あとはちょっと公演で歌う曲歌ってみたいな。ただポテトは食べた明太子チーズポテト頼みました。割とちゃんと、なんかただのポテトじゃなくてオプションついたポテト頼んじゃった。まあね、そんぐらいはね、許してもなあ、なダメですよでカラオケしてたら、今日はね、アベマのスピンオフ、三期研究生の1億人バズレンドのなんかスピンオフが YouTube でプレミアム放送されてたので、マイキューと一緒に見てました。マイちゃんがめっちゃ心配してて、なんか炎上したらどうしようってずっと言ってました。なんか炎上するかもしれん、もう無理見れんって言ってました。そんな心配性、大丈夫だと思うけど、大丈夫だよ、いいことしかっていうわけじゃないかもしれないけど、いいことしか言ってないよって。皆さん、アベマも見ましたか。面白かったですね、今回も私とマイキューで、なんか三期研究生の SNS をひたすら見ていてアドバイスするっていう内容だったんですけど、私見てたんで、ちゃんとコメントも見てましたよ、皆さんの。なんかでもね、自分もやっぱり分かんないからSNS のバズり方がどんな感じとか、だからね、ちょっとはね、なんか役に立てるような話ができてたらいいんですけど、難しいですね。まあ、そんな私もですね、これ見てください、こっちか、ショールームこちら、ここにバナーがあると思うんですけど、
インスタぜひフォロー待ってます。なんか1ヶ月だと思ってたけど解説して明日だった3月8日8日に始めてたんで2月のあと1日したら1ヶ月でした。一応ね1ヶ月は毎日投稿しようって思って毎日投稿したりしてるのでよかったらコメントといいね待ってます。そう1ヶ月1ヶ月明日だった1ヶ月終わったらちょっと迷うどうしようかちょっと迷うんですけどまあでも始めたばっかりだからまだまだ始めたばっかりなのでちょっと投稿頻度は多分 SNS の中で一番増えていくんじゃないかなって思います。なので皆さんフォローよろしくお願いします。チェケラチェケラ。とりあえず明日も投稿する予定なのでよろしくお願いします。あとコメントしてくれたらいいねつけるんで待ってます。当面の目標はフォロワー何人ですか。まあ、1万人はやっぱり行きたいかなって感じだけどとりあえず1万人目標で頑張りたいと思います。ということでフォロー待ってまーすコメント見てる見てますよ。コメントを見てるしインスタのストーリーとかでメンションしてくれたやつとかを見てます。あの投稿とか。うん、全部見てます。なのでどし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 ってこういう時に使うのかな。どしどしお待ちしてます。多分一番活発なので動きが自分のアカウントなのでね自分ルールでやらせてもらってますけども、はい、よろりんこー急に夏だったりして面白いです。いやそうなんですよ。インスタねなんかちょっとアイドル時代の投稿をいっぱい載せておこうと思って、その自分がアイドルであるうちにって思ったら過去の投稿ちょっと多め、うん、過去じゃないやつはちょっと卒業してからになってしまうと思うけど、卒業したらねなかなか載せることなくなると思うけど、なんでいっぱいちょっと過去投稿なんかもまあ普通にねフォルダ見返すときにね懐かしいので載せてます。そうあとこれは触れるか触れないかめちゃくちゃちょっと迷ってるんですけど、あのテロップすごいあの直接的ですよね本当にね気まずくて申し訳ないんですけど、ちゅ気まずくてごめん、ちょっと今ねあのマシュマロ集め中です。まあなんでかって言ったらあのなんかここら辺とかここら辺にイベントみたいなあると思うんですけどなんかパックもらえるのでやってます。
ちょっと待って、充電ないわ、すいませんね。すごい私も恥ずかしくて、わあ、めちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、でも別に、まあ、マシュマロじゃなくても何でもいいです。あのクマでも何でもいいですクマありがとうございます。50代独身さんありがとう。ちなみにあのお菓子としてのマシュマロはそんなにすごい好きってわけじゃないです、うん、お決まり岡山公園行く楽しみを待ってます。岡山もうすぐや、まもなくや。西男さん、クマありがとうございますこのクマさ、なんか一回一回さ、思いを届けみたいな、なんかすごい告白されてる、ビンってなんかめっちゃじわじわくる思いを届け。土曜日の岡山寒いんで暖かくしてきてね。岡山寒いの？岡山デミカツ丼楽しみ。あ、そう、なんか岡山でおすすめありますかって言われてすごい迷ったんですけど、一応郷土料理的なの、なんか郷土料理というかローカルな食べ物とかはなんかデミカツ丼とかエビ飯って答えました。まあ美味しいですね。私は1回ぐらいしか食べたことないんですけど。キャンディーありがとうございます。ペロペロキャンディーなんかね、岡山の食べ物をね、と観光地聞かれてね、なんか一番困るんですよね。なんか私岡山県出身なのに岡山の知識がなくて申し訳ないんですけど、でもデミカツ丼とかは美味しかった思い出があるので、まあ岡山らしいものなのかな、多分岡山にしかないと思うので、まあ公演の時暇があればぜひ。なんかね、カツ丼のデミグラスソースバージョンみたいな、カツ丼じゃなくてデミグラスのカツ丼みたいな感じかな。一回だけ食べたことあるロケで、でその時にこれがデミカツ丼か、美味しいって思った記憶がある。でも一回しか食べたことない。この地元の人はそんな地元飯食べない、食べないっていうか、どうなんだろう、なんか、うん、私の地元ではそんな名物じゃなかったって感じ。あ、多分市内なのかな、岡山市とかなのかな、わかんないけど。てか食べないですね。岡山の人は岡山のものをあんま食べないし、いや食べるのかもしれないけど私は食べない果物が多分一番有名だと思うんですけど、果物も食べれないから。でも私は果物嫌いだけど皆さんは果物好きだと思うので、果物好きだったら問屋町とか行けば、岡山駅の近くにあるんですけど問屋町とか行けばカフェとかいっぱいあります。フルーツのカフェとかが、そこは行ってみるという気かも。難しい。なんかこう広島とかみたいにさ、なんか広島で何食べたらいいかなって言われたらこうお好み焼きとか言えるんだけど、岡山ご飯何食べていいかなって難しいな。果物とかの方が結構有名だから、これがご飯でこれが有名ですっていうのがなんかそんなにパッと思いつかなかったんだけど、まあでもせっかくね来てくれてるからね、ちょっと考えてみた結果、ママカリは、ママカリさ、私はめっちゃ好きだけど、岡山で何食べたらいいって言われてママカリってさ、ママカリ行く？本当に本当に行く？行くんだったら私はママカリおすすめするけど、いや、そういうな、パッ
とこういけるものがあんまりなくて、だからデミカツ丼とかにしました、うん、すいませんね、あの本当岡山県民として失格の答え方をしてるんですけど、ママカリってどうやって食べるのがメジャー。いや私もね給食でしか食べたことがなくてね、あのねどういう食べ方難しいな、なんかね給食でめちゃくちゃ出てたからめちゃくちゃ好きな魚なんだけど、給食はいつも酢漬けで、はい、出てくる。でもお店で食べたことがなくて、お店で売ってるのかなって思うんだけど、いやわかんないな。でも給食だと酢漬けの魚とご飯で食べてました。岡山はねもう本当にねご飯でおすすめを聞かないでほしい。山岡ラーメンとかが一番おいしいと思いますもうね有名なのは果物なんで、皆さんデザートを食べに行ってください。デザートなら本当に果物のデザートだったらめっちゃもうどこにでもお店があるんで、で写真撮ってください、映えますのでご飯はね無地。これぞっていうのが難しい。うん、なのではい、泊まった宿の人に同じようなこと言われた。いや多分これはもう共通のはいお悩みかもしれません。映えますよスイーツは、うん、岡山あるある。いやわかんない、私だけかも。私があんまり地元にいるとき偏食かましまくってたから、岡山でちゃんと食を楽しんでなかったからかもしれない。いや10代の時はね偏食がすごかったのでね、今住めば違う感想が、ね、出てくるかもしれません。ちょっとあの親に聞いときますね、何がおすすめか。県民賞ではよく岡山グルメ見る。あ、本当？でもさ、なんかさ、テレビに出てくるさ、地元の食べ物ってさ、なんかあんま知らないもののこと多くないですか？って思うの私だけ？なんか多分自分の地元にヒットしてないっていうのがあるのかな？なんかめっちゃ他県の人と同じ印象を抱く。そうなんだみたいな。だからなんかこうテレビとかでなんか岡山のあれ見たよって言われても、なんだそれみたいな、なんだそれ、なんかこう自分のなんだろう、あーこれねみたいなのが意外にない。最近でもなんか岡山のお祭りみたいなのがちょっとバズって出て、なんか SNS で、私はマジで知らなさすぎてそんな祭りあるのって思ったんだけど、なんだっけな、なんかめっちゃ怖いお祭りだったよね。どんなだっけ、なんか何時過ぎたらその日の何時から何時まではなんか家から出ちゃいけないみたいな、なんかちょっとねホラーっぽいお祭りだった気がするんだけど、こういうお祭りが岡山にはあるらしいみたいな感じで、ちょっとこうなんだっけ
ちょっと忘れちゃったな。でもめっちゃちょっと怖い感じの、なんか文字で見るとめっちゃ怖い感じがするみたいな、それにこうリプランとかに岡山県民が ありますありますみたいな、でもこんな本当はそんな怖くないですよみたいな感じだったんだけど、岡山県民だけど知らなさすぎてなんじゃそりゃみたいななんじゃそりゃって感じ、何祭りだったかな、なんかね出たらなんか追われるのか追いかけられるのか分かんないけど、ちょっとそういうホラーチックなお祭りがあるらしい。祭りって言っていいのか風習なのかそれは分かんないけど、なんかそういう系があるんだってさ。って聞いたことある。岡山の祭り基本奇祭奇祭記載かどうかわかんないけど、ね、どうなんやろ、記載とかもあるのかな岡山はね老後住みたいなって思いますぐらいね、なんか落ち着いてていいところです。介護森祭りっていうの、日本の奇祭三選に載ってる。それは奇祭じゃねえ介護森祭りだっけな、なんかでもそんな感じだった。外に出てはいけない、音を立ててはいけない、やばいよね。なんかそれだけ聞いたらめっちゃホラー映画みたいなホラー映画みたいだけど、でもそんな知らないですね、私は知らなかったです。新見の祭りなんだ。新見か、あんまり行ったことないな。私の好きな小説のね、バッテリーっていう小説がね、新見が舞台なんで、それはちょっと新見はなんかロケ地巡り的な、まあ、ロケ地になってんのかな、わかんないけど、してみたいなと思ったことあるけど、まあバッテリーではね新田市って名前になってるんだけど、あんま行ったことないな。そうそう、浅野敦子先生のバッテリーがね、あの小学生ぐらいの時に読んでめちゃくちゃ好きな小説なんですよ。という話もしつつ、まあ最初に戻ると最初に戻ると、まあぜひね、せっかく岡山に来るんであれば何かしら食べて行ってください。私は全然おすすめできるものを知らないのであれなんですけど、まあお土産とかだったらきびだんごとか大手まんじゅうとか、はい、もっと他にね、最近はねもっとこう新しいやつがいっぱい出てきてると思うんだけど、そこら辺ですかね。はい、STU メンバーが好きなのは丸子の飲み物なんですけど、そこら辺がいいかな、聖地巡礼、STU 的聖地巡礼。丸子っていうカフェがあるんですけど、それは STU が岡山で仕事してた時にめっちゃみんながそれを買って帰る、その飲み物スムージーとかを買って帰るのが一時流行ってたんだけど、私は野菜とか果物が飲めないから
丸号にはあんま行かなかったんですけどSTU はめっちゃ行ってました、メンバーが、やばいね私本当に全然こう自分の聖地巡礼をさせる気がないぐらいないな、何かしらはあるんだけど、岡山行くんだけどな。ちょっと公演の前日ぐらいまでには考えときますね。おきちゃん食料問題一人で解決してるよね。どういうこと？どういうことや？ちょっと謎なそうだ公演前日や、岡山勢から地元アピールって遊南ぐらいからしか聞かないかも。お偉いじゃん遊南。違う、私も地元のアピールはしたいんだけど、もうあまりにも地元にいる時にいやこれは言い訳ね、本当になんかチェーン店にしか行ってなさすぎて、自分がもうねチェーン店の話しかできない、ザ郷土料理みたいなのが出てこない。私はジョイフルが大好き、高校生の時はジョイフルにしか行ってなかった。でもうちのおばあちゃんがおばあちゃんがなんか結構そういうの郷土料理みたいな作る人だったから、ちょっとおばあちゃんにも聞いてみよう。お母さんとかはなんか私が偏食すぎて本当になんかもうオムライスとかハンバーグとかそういうなんかね、こう郷土料理じゃない、なんて言うんですかね、もう子供のご飯みたいなのばっかり作ってくれてたからない、私だって紹介したいもん、でもないもん、私の中の思い出が。ジョイフル行って、高校生の時は学校の近くがジョイフルだったから、テスト期間終わったらもうそのジョイフルにみんなで行って、で自転車で家から帰るまでの間にラムー寄ってラムーで車じゃないあの自転車のタイヤの空気入れるところがあるからタイヤの空気入れて、で100円のたこ焼き食べて、で帰ってサークル系でバイト行く。めっちゃよくない？何この青春青春すぎるんだけど泣きそうなんか高校生にしかできない青春してる。ザグザグも寄ってたよ。この間みなみさんにザグザグの話したら伝わらんかった。そうよ、100円のたこ焼き安すぎない？ラムーのたこ焼きは100円なのよ。すごいよね、こんなザグザグ。ザグザグはドラッグストアです。ちょっと気になるザグザグ。この間なんか広島で初めてザグザグ見たな。ちょっと気になるザグザグっていう CM があるの、ドラッグストアの。広島来たらウォンツがいっぱいあるけど CM が面白いんだよアニメ調の CM で。この間ねメンバーとねなんか好きな CM、 なんかローカル CM、好きな CM を話そうっていう話をしてて、みちさんだったかな、なんかマジで知らない広島のローカル CM を出してきて、そっからメンバーみんなでなんか自分の地元の CM の話になったくまありがとうございます、くまさん
なんか最初はなんかめっちゃメジャーな地上波の CM してたけど、ミッシさんが全然なんか知らない話をし始めて、そしたら「あごめんこれ広島のだった」みたいになって、そっからでもさ広島とかじゃなくてさ、なんか広島と兵庫やってる CM みたいなで、岡山はないみたいな、なんかそういうのが出始めて、南さんとミツさんは知ってるのに私は知らないみたいな、なんかそういうなんか地域差みたいなのが出始めて、みんなで CM の話してた。で最終的にあのまあその時いたメンバー、その時いたメンバーの全員が知ってる CM ランキング1位に輝いたのはいすゞのトラックでした。いすゞのトラックがとりあえず暫定1位になった。好きな CM かつみんなが知ってる CM をいろいろ加味して、はい、いすゞのトラックになりました。全国だからね。あ、それ全国だよね、だからみんな知ってるもんね。竹本ピアノも強かった。いつまでもどこまでも走れ走れいすゞのトラック。大好き。どこまでも。ありがとうウサギでしょ。ありがとうウサギね。えし。こんにちは。こんにちは。ありがとう。ありがとうウサギ。こんばんは。え、こんなんだっけ。さよなら、さよならよ。魔法の言葉で楽しい仲間がポポポポン。えし。ちょっと歌詞忘れてちゃってる部分あるかも。なんだろうな CM な。ポポポポーン。そういうね、なんか CM とかを思い出したりしてました。かわいいね STU。 かわいいね。こういうのはねみんな見てましたから。日清の CM おかしいのばかりで好きです。日清の CM 今面白いよね。なんか最近 YouTube で流れてくる、なんかねアニメのあの YouTube とかかな、 TikTok とかで流行ってるアニメのチャンネルとコラボしてるやつ。私はね日清の CM だとね、あの VTuber のかぐやるなちゃんが歌ってた CM が一番好きでしたね。めっちゃ昔やけど。顎長いやつ、あ、そうそう、今顎長いやつ、あれなんて言うんだろう、あれよく見るんだけどなんて言うのか分かんないな。アニメの CM 結構見るの好き。私は一番好きなのは同窓会には行けませんシンガポールにいますみたいなやつ。あれなんだっけ、あの建築会社かな、あれ好き。知ってます、同窓会断るときに言うやつ。同窓会には行けません、私は今シンガポールにいます。突然のシンガポールになるやつ。めっちゃ好き。ジブリっぽい、いやどっちかって言ったらあの君の名はみたいな感じの絵柄の
あの CM 好きですね。シンガポールってなりました。空気階段さんのどん兵衛の CM が好きです。わかる。いやいいですね、 CM の話なかなか面白い。ていうか沖縄沖米公演はあさってなのか、早い、早すぎるんご、頑張ろう。明日は朝から練習です。もう準備は万端。うん、万端万端。うん、万端。緊張する。ただずっと出ずっぱりなの。え、どうする、逆にさ半分しか出ませんって言ったらさめっちゃおもろくない。でもね、なんかマイキューがなんかめっちゃ咳止まらんくて、でこの間の公演の時に、まあ、出るんだけど咳止まらんっていう話をしてて、え、じゃあちょっとなんか公演のあれになんか出演メンバーの体調でなんかこうその出演しなくなっても返金はないですみたいな注意書きあったから、これやるんじゃないってなって、舞ちゃんおらんくてもやるんじゃないってなって、どうしよう、沖優がソロ公演になったらって言ったら、舞ちゃんが、私はただ普通に言っただけなんだけど、舞ちゃんがなんでそんな嬉しそうなんって言って怒られました。全然あの嬉しそうにした覚えはないんですけど、ちゃんと2人でね完走しますよ、もちろん。うん、で舞ちゃん頑張ってくれてるので私も頑張りたいと思います。体調的にはね大丈夫だと思うんですけど、なんか咳しすぎてあばらが痛いって言ってました。大丈夫なんかね、私折れてるんじゃないって思ったけど、なんかたまにさ咳でさあばら折れることありません？私もめっちゃさ咳すごかった時さめっちゃ骨が痛くてさ、なんかそのそれがあるから。おきちゃん体調万全なの。うん、大丈夫だと思う。私もたまに咳が出るけど、なんか風邪ではないんですよね。明日も二人で頑張っていきたいと思います。グッズもね、なんか今日見たんですけどグッズ表みたいな可愛かったので、ぜひ。なんかランダムもあるんだけど、コンプリートバージョンとかも出るので、ぜひね安心していただけたらと思います。まあ2人にさランダムってあんま意味なさそうな気もするけどぜひね、グッズとかもあの可愛いので楽しみにしてもらえたらと思います。あんまランダム意味ないんじゃないと思ったけどなんか言われた、ランダムグッズとコンプリートバージョンもありますみたいな、それランダムランダムなのかなみたいな、そんな感じですけど、うん、4月まで残ってるかな。え、でも4月は4月でまたちょっと楽しみにしててほしい、グッズに関しても、うん、っていう匂わせをねちょっと入れつつ、あと4月7日の
沖前公園はちょっといろいろと違うので、はい、その分ちょっと前方席とかがちょっとだけチケットがお高くなるかもしれないんですけど、でもいろいろとね、いろいろとあるのでいろいろとあるのでちょっとそこはご了承いただきたい。まあ4月はねまだチケットの受付とかも始まってないけど、そういう感じでね、前方席だけ、あ、前方席だけ高くなるのはそれはちょっと理由があるんですけど、まあちょっとそれはまたちょっとその時に言います、その時に言いますね。なのでぜひ楽しみにしててください。公演は明日の6時までは、はい、応募受付中なので、まあ、多分岡山ね本当にね少ないから、うん、そう、残り枚数が多分10あるないぐらいだった気がするので、お急ぎをお早めに、6時まで、18時までですかね、待ってます来れそうであればぜひぜひお待ちしてます。ひー楽しみー楽しみやあともうちょっとか、55分ぐらいだったら、もうちょっとではないか、楽しみねー、私も楽しみなんかね本当にこういろいろと用意してもらってて、スタッフさんとかにも、うん、本当にありがたいですね自分のね、親族席と友人席はスーツがいいのかな、あーでも本当に全然スーツとかじゃなくてもいいですし、あの色も全然何でも大丈夫です、はい、本当にあまり気にしないでもらえたら、本当だったらねこう細かいルールとかがあったりするんですけど、でもあの沖縄公園はそんなルールはちょっと設けてないので、大丈夫です、色とかも白でも黒でも、はい、本当だったら、ね、ちょっとあんまり避けた方がいい色ではあるんですけど大丈夫です大丈夫でございますだい、私は何を言っているんだろう見送りもあるのでね、そう、クレイジーママキングダム、楽しみ、配信もあるので来れない方ぜひ配信も見てね、あったかな、配信多分ある、うん、あるある、いけるかわかんないけど、いけたらいいな、いけるといいね、待ってる、本当に私のもうライブ数少ないのでここでちょっと力をいっぱい出し切りたいと思います。今日の起きちゃマシュマロみたい、嘘、顔が顔がかい、あ、今日あと瀬戸チャレの日だ、この後は瀬戸チャレをご覧ください。
あとなんか最近 YouTube かな、広島放送テレビさんの YouTube か TikTok かにあの動画が載ってます。私のみちさんと私の動画が TikTok 用なのかな、多分あれは撮影したんですけど、か YouTube のショート、そちらの方もあの見れると思うのでよかったら見てみてください。多分ねどっちもにあるのかな、ぜひぜひぜひまばたき禁止、そう30秒間まばたき禁止ゲームをみちさんとしました。めっちゃ大変だった、私コンタクトしてるからさ乾くんよねめっちゃ、だから目カピカピのカピカピのおきぽです、カピポ。私もじゃあ配信終わったらちょっと見たいと思います。30秒ぐらいならできそう。あそう、他のメンバーもやってた、ソラハとかサーヤンとかだったかな、みんなやってた、私は難しかった。なんかさ、まばたきじゃあせずに言おうって思った瞬間さ、目がさゾワゾワする、なんかゾワゾワゾワってなる、急に緊張感を持ち始める。意識しなかったらできるかもしれないけど、もしさなんかさ死体役とかさやるってなった時さ、目開けて死んだままの役とかだったらめっちゃ怖いんだけど、自分できるかな。みたいな、もうなんかまばたきしてしまいそうなんだけど、気をつけよう。そういう役が回ってきたら頑張ります。ちょっとやってみたい。スペサポイベントドラさんとコンプラだった。おお、明日スペサポのイベントの打ち合わせだ。楽しみ、何やるのか。まぶたに目を描いとく。確かに。あれってそんなに目を開けてないといけないのかな。いや分かんない。でもさあんまりさ、その実物とかはあんま見ないか分かんないけど、こうなんて言ったらいいんだろう、ドラマとかさでさ、こう目を開けてこう驚いたまま即死した人とかをさ、こう人の手でさ、こうやってまぶたを閉じてあげるシーンみたいなあったりするじゃないですか。だから目開けたまま死んじゃったらそのまま開けっぱなのかなって思ったけど、なんかね、こうやってこういうシーンたまにあるじゃないですか、閉じさせてあげるシーンみたいな、うん、どう、でも、ね、見たことないからねちょっとわかんないな、筋肉硬直するんじゃない。え、そうなのかね。周りのさ、そのひおばあちゃんとかはさ、やっぱ病院で亡くなってるから、多分しかも眠るように亡くなってるから、目つぶったまま、閉じるかそりゃお葬式の時には。見たことないけど、なんかそういうねやつもあるのかなとか思う、ドラマとか見てたら。ではもうちょっとしたら壇上読んで終わりたいと思います。皆さんなんかすごいマシュマロとかありがとうございます。なんか本当にちょっと申し訳ないんですけど、サンキューありがとうございました失
礼します。目指せパックなんかもう目指せって言われるとちょっと恥ずかしい恥ずかしい。失礼します。うん、職員室のテンション今。失礼します。早く出たいみたいな恥ずかしい、ずっと恥ずかしいからもう早く配信終わらせて、終わらせたい。このもう失礼します。職員室に入った時のテンション気まずい感じありますよね。職員室のさ、なんか入り方みたいな、なんか難しくてやりたくなかったな。失礼します、〇〇先生いらっしゃいますでしょうかみたいな、ああいうの好きじゃない、苦手だった、ちっちゃい頃お疲れ様です。じゃあそろ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 終わりの時間が。独自のルールあった？いやないと思うんだよな。ちょっと色足しとこう、最後終わる、終わっちゃうけど。別にそんな、ただ高校に上がってからはなんか職員室がなんか6個ぐらいあったんですよ。だからなんか職員室がにいる人数が少なくったから入りやすかったんだけど、中学とか小学校って職員室1個しかないから、めっちゃこう知らない先生もいっぱいいるみたいな、あの空間が怖かったですね。なんか入りづらいというか、担任の先生見つけるまで安心できないみたいな感じだった。6個ぐらいあった。いや6個は嘘かも、でも5個ぐらいはあった。職員室あの課ごとに職員室があったから、でもだからあれよ、その課の先生しかいない、だから3人ぐらいしかいない先生職員室に。だからそっちの職員室はもういくらでも開けれたんだけどいくらでも開けれたっていうとあれだけど、うん、逆に普通科の先生全く喋ったことないみたいな感じだったの懐かしい。うちと一緒。あ、ほんと、そういう学校もあるよね。懐かしい学生。職員室入ったら何年何組の〇〇ですって言わないといけなかった。そういうのがね緊張するんだよね。なんか就職活動っぽいさがある。オンライン話し会ぶりにおきちゃんの姿見れた、ありがとう。オンライン話し会、幕張とオンラインもありますね。てか中学生の卒業式って最近終わったんよね。なんかリオツンって中学生だったんだって思ってびっくりした。大人っぽいよね。リア中とかさもしてたけど、みゆちゃんは違うか。なんかねすごいなって思いました。リオツン、なんかリオツンさ受験とかもさツイートしててさ、受験と仕事を両立って思って、高校受験とさなんてさもう一大イベントなのにさ、人生のそんな中お仕事もしながらって偉いよね。めちゃくちゃなんか泣きそうになるわ、そういうの見てたら。頑張れって思う。すごいよね。なんか中学生の自分を考えたらさ、アイドルとかいう以前になんかこう別のことをしながらさ学校生活も送るって、学校生活っていうか勉強とかするのって
めちゃくちゃすごいことやってるんだなって思いますね。うん、偉い、本当に偉い。高校とかはさ、もうなんか自分の責任みたいなところあるからさ、バイトしたりだったりとか部活したりだったりとかそういうのあったけどさ、中学なんてさもう絶対ね、もう義務教育だからさ、いや偉すぎる。うんきちゃん受験勉強した、うんきちゃん受験勉強してたよ、図書館通って、懐かしい。塾通ってなかったから不安で不安でも深夜まで勉強してましたね、懐かしい。じゃあそろそろ団長読むか。13位師匠さん、12位ササックさん、11位北さん、10位ジェリーさん、9位あちゃさん、8位チカちゃん、7位スギッポさん、6位50代独身さん、5位テリーピーさん、4位がヒロヤさんでした。ありがとうございました。そして3位が虫男さん、2位がコマチさん、1位がとりあえずルービーさんでした。ありがとうございました。壇上の皆さん、そしてコメントしてくださった皆さん、ありがとうございました。サンキュー。ちょっと今日もすっぴんなので切る抜きは NG でよろしくお願いします。申し訳ない。昨日だったらな、バチバチメイクしてたんだけどな。昨日は疲れて寝てました。今日はいっぱい寝れました代わりにめちゃくちゃ寝れました。今日も早く寝て明日に備えて頑張ろう。ありがとうございました。じゃあこの後はちょっとインスタのコメントにいいねしていきたいと思います。あと3分くらいで終わっちゃいますね。ありがとうございました。楽しかった。こちらこそ配信を見てくださってありがとうございました。ぽやすみんごありがとうございます。こちらこそ。おきちゃんの配信大好き。そんな風に言ってもらえるなんて感謝。今日はゼロ円生活できた。今日はねゼロ円生活はできんかった。今日は親子丼を食べましたでも最近なんか寝る時間、起きる時間とか、なんかご飯を食べる時間とかもよるんだけど、なんか最近ちょっと1日1食2食とかでそこで抑えてるって感じ。親子丼を食べました。今日の懺悔はない懺悔はない。毎回懺悔してると思うな。懺悔はない。言い切るために食べましたまあ懺悔はないかな。今日はね逆にあのただカラオケ、ただポテト、ラッキーって感じそんな毎回懺悔してないですよ。大丈夫。今日は親子丼と唐揚げ食べました。あの鶏肉と鶏肉です。大好き、鶏が好きなおきぽでした。ということでありがとうございました。明日も頑張りましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。瀬戸チャレよろしくお願いします。この後12時15分かな、見てください。ぜひぜひ。ありがとうございました。おはようおはようになってしまった。